はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。おいおい、つうことで、とある機体のアップデートがやってまいりましたー。それがこちら。フルオート機能において CT0 のアビリティも1ターンに1度だけ使用されるように変更しました。ということで、まあ、ここに出てんのはグインですかね。ガンズ&ローゼス。CT0 で、まあ、ターン経過をさせずに攻撃を実行みたいなアビリティが CT1 で実行できるようになるっていうようなアップデートですね。これによって元々使われてなかったキャラクターとかがすげー輝くんじゃねえかってことで期待されております。はい。例えばだけど、主人公で言うとレリックバスターのブリッツレイドとかも毎ターン使用するようになっておりまして、動きとしましては、まあ、ちょっと装備とか適当だけど、ちょっと装備とか適当になっちゃうんだけど、一夜ビー、アビリティギュンギュンギュン。うん、あ、今さ、トレバス撃ったね。そうだ。トレバスも撃ったし、このマシンセル正気のやつも撃ったよな。だから、ここら辺のアビリティをポンポン撃ってくれるし、まあ今の、俺これちょっとさ、ちょっと前に動画で紹介したじゃないですか。アビリティ CT1 で使用できるようになって、おすすめチャンピオンじゃねえ、おすすめキャラクター、頭がリーグオブレジェンドになっちゃったんですけども。言ったんですけど、おすすめキャラの中の一人にいたのが、このシャレムだね。まあ、シャレムって奥義キャラとして優秀で、フルオート奥義編成とかでも結構入ってくるキャラだったんですよ。ニアビサンアビも優秀だからね。で、それに加えてデバフの1アビもこうやって毎ターン使用してくれるって考えたら、まあ、なんか面白いよな。ほら、今ブリッツレイドまた撃ったじゃん。まあ、こういう感じで CT0 系のアビリティをスポポンスポポンスポポンっていう風に撃ってくれるアップデだね。他にさ、でかいのちょっと見てもいい？まあ、俺がちょっと今の動きですげえ期待が持てたんだけど、他にも個人的に期待を持ってるなーっていうキャラクターとしては、例えばだけど俺は、風ヨダ、サムネイルだね。サムネイルなんだけど、風ヨダルラーハ、あ、ごめん、ヨダルラーハサムネイルではねえわ。サムネイルではないんだけど、トップページのキャラだね。刀瞬巡。三幕を一消費して自分の攻撃大幅アップっていうのがあるんで、まあ、これによって、よいしょ。フルオートボタンをポチーすると、ヘイオスレギオン。攻撃大幅アップ状態でトリプルアタックをぶちこんかましてくれるんですよ。多神人、ポプリテス、モロンラベ、ナルメア一三アビ、刀瞬巡、おへぇ、出るやんけい。これでワンターン討伐みたいな動きだよね。うん。これでワンターン討伐みたいな動き。見て。260万、ズボボン、ズボボン、ズボボン。強くね？このワンターンの動きできるなら、マジで動きの幅広がるっしょ。うん。これやばいな。やっぱ俺、注目してたけど、あれだな。ヨダルラーハには結構注目を、ヨダルラーハは正直ちょっとかなり強い気がするね。うん。まあ、あとフレイとか注目されてるよってコメントで教えてもらったんだけど、まあ、まだまだね、他に注目できるキャラクターとかいっぱいそうだね。はい。ということで、めちゃくちゃ面白そうなアップデが来てるよっていう、そんな動画でございました。皆さんも注目キャラいたら教えてください。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。